ではここでちょっと直彦と勝、それから他の秋葉原の北川電機にいる全員にハローって言っておきましょう。でね、では次は先週よりちょっと下がっちゃいましたが、まだ7位に健在のレベレーションのソールドアウトをどうぞ。こちらはイギリスでは発売されたばかりなんですが、日本では2ヶ月先の発売になります。ちょっと先だけど今から楽しみですね。そして来週の金曜日発売ください。じゃあ次はジャズファンクなんていかがですか。インチュイションのステイラフマインドをお届けしましょう。
100.4 FM. Experience the premier sports restaurant and entertainment venue. The Sports Cafe with state-of-the-art audiovisual, 120 TV screens, games, bars, and a great restaurant. The Sports Cafe, where the games never end. www.thesportscafe.com. のチケットがなんと50ペアも当たるんですよ。メモの用意をお忘れなく。では続いてインフィニティのパッシュ、まずは聞いてみてください。4号線笹塚まで伸びて合わせて5キロの渋滞になっています。この工事による甲州街道への影響はこの時間ではありません。その他首都高6号向島線下り駒形から江戸橋付近まで断続的に5キロの渋滞となっています。以上交通情報、井原がお送りしました。次はフランスのバンドアスパンクラブパリーでは、どうぞ。
We'll be right back.
東京公演のチケットがなんと50ペアも当たるんですよ。メモの用意をお忘れなく。次はフランスのバンドアスパンのクラブパリーでは、どうぞ。
birthday bonanza time on Rock 101. If you were born on the 7th of June, call...